この時間は東京セントラルで昨日から行われておりますワインドジャパンフードフェアのご紹介をしてまいります。まず最初に静岡からお茶屋さんが2軒お越しになってるんですが、こちらは株式会社三和です。吉野と申します。はい、吉野さん、今回はどんなお茶をお持ちいただいたんでしょうか。はい、静岡市から本山茶、香りの高い煎茶を中心にご用意してます。誠という文字が見えますが、生産者の方のお名前が誠です。なおかつ商品も誠実に作っております。今週日曜日26日まで試飲ができますので、どうぞ東京セントラルガーデナ店誠のお茶飲んでみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。では続いて近藤養蜂所の柏木と申します。蜂蜜ですか。はい、そうです、蜂蜜です。どんな商品をお持ちいただいたんですか。はい、北海道蜂蜜、生姜蜂蜜漬け、柚子茶、KD フレーバー柚子、柚子シロップです。この KD フレーバー柚子って何ですか。はい、蜂蜜と柚子を合わせた商品で、ヨーグルトにかけたりフルーツソースのように使っていただけます。試食もできるんですね。はい、用意しております。はい、わかりました、ありがとうございます。美味しそう。蜂蜜ブースからお隣に移りまして、抹茶香り沖田です。抹茶香り、香りさんって名前じゃないですね。あの香りってフレーバーの方ですね。はい。どんな商品をお持ちいただきました。 USD オーガニックと公社の商品で、最高級のグレードの抹茶と抹茶のスティックとティーバッグの3つです。中でもこれは飲んでほしいっていうのは抹茶のスティックです。500ml のお水で1本で、あのどこでもフレッシュな抹茶が飲んでいただけます。味もすっきりして美味しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしてます。では続いて川口納豆という文字が見えますけれども。はい、川口納豆の門伝でございます。門伝さん、はい、はい、今回どんな商品お持ちいただいたんでしょう。はい、冷凍の納豆と、今回初めてなんですけども、フリーズドライの納豆と、あとはそれを使った納豆のふりかけ2種類、そして納豆せんべいと今回お持ちいたしました。こちらは日本のどこの納豆なんでしょう。はい、宮城県の納豆になります。このフリーズドライ珍しいんですけども、どうやって食べるんですか。このままでもいいんですけども、おすすめはサラダにかけるとか、あとはヨーグルトとかカレーとかピザとかパスタとか、いろんなものにこう手軽に軽く振りかけていただくだけで納豆を食べることができます。こちらも試食はできますか。もちろん試食、はい、準備しております。はい、ありがとうございました。はい、続いてこちらは八王水産さんのブースです。宮城県の気仙沼市から来ました八王水産と言います。遠藤と申します。今回はどんな商品をお持ちいただきました。メカブ商品が2種類、もずく商品が2種類、あとイカ明太子と鮭ほぐしです。中でもこれは皆さんにっていうおすすめは、一番人気のイカ明太子です。新鮮なイカに明太子とあえて、いろいろな食べ方でできる商品です。私宮城県大好きなんですけれども、メカブそんなに食べた記憶がないんですね。特徴を教えてもらっていいですか。メカブはワカメの根元付近にある耳たぶのようなもので、非常にあの体にいいと言われている部分です。私どもの商品は味付いているものと、あとタレ付きのものがあります。ご飯の上に乗せたり、パスタとかにあえても美味しく召し上がれます。はい、わかりました。ではこちらも試食ありということで、はい、いっぱい食べてください。はい、ありがとうございました。では東京セントラルで行われておりますファインドジャパンフードフェア、角球さんです。おはようございます。はい、おはようございます。角球八丁味噌の野村と言います。野村さん、今回はどんなものをお持ちいただいたんでしょうか。江戸時代からずっと作り続けている大豆と塩だけで作る伝統製法の八丁味噌っていうものを、フリーズドライで粉末にした商品を持ってきています。角球さんはどちらにある会社なんでしょう。愛知県の岡崎市というところで、赤味噌の老舗ということですね。そうですね、味噌の企業としてやってる中では一番古いと言われてますので、江戸時代からずっと味噌を作り続けてます。で今回はお味噌汁を試飲していただいて、実際体感してもらおうかなというのと、新しいお味噌の使い方をちょっと感じてもらおうかなと思ってますので、ぜひ押していただければなと思ってます。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。そして場所を変わりまして、東京セントラルガーデナ店の入り口付近ですね、レジ付近になります。こちらには美味しそうなイチゴがあります。お話を伺いますのは JRA の千葉と申します。山本町で栽培された磨きイチゴというイチゴを販売しております。特別なグリーンハウスでですね、管理された温度、湿度、栄養をですね、管理した、本当にイチゴにとって最適な環境で作られた本当に美味しいイチゴとなっております。今回がアメリカ初上陸というところで、ぜひお買い求めください。食べる宝石とありますね。
磨かれたような美しさというところで、食べた瞬間にこう口の中に甘さが広がる、本当に食べる宝石のようないちごになってますので、ぜひお買い求めください。試食はないんですか？バンバン出しますので、ぜひ来ていただければと思います。本当ですか？はい、日曜日までガーデナ店で開催中です。ありがとうございました。ありがとうございます。